エルカホンはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ軍の都市。周囲を山に囲まれており、ザビック、ボックスというニックネームで呼ばれている。名前の起源はどちらも同じで、スペイン語のエルカホンは大きな箱や引き出しという意味である。スペイン語で箱を意味するエルカホンという地名が最初に記録されたのは1821年9月1日の ことで、シティオランチョサンタモニカに代わる名前として、箱のように囲まれた谷の地形から名付けられた。この地名は、1873年から1875年の地図では、カホンとだけ省略されて表記されており、近代的な町に発展する以前は、郵便局の名前は、エルカホンであった。1905年、エルカホンという表記が再び見られるようになった。 カリフォルニアの銀行員で歴史家のゾーススキナー・エールドリッジはエルとカホンは分かれていると主張した。エル・カホンは北緯32度47分54秒整形116度57分36秒北緯32.79833度整形116.96000度32.79833-116.96000に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は14.4平方マイルで、すべて陸地である。西側では、サンディエゴ・トラメサに、南側では、スプリングバレーに、北側では、サンティーに、東側では、サンディエゴ軍の未編入地域に接している。欠片の気候区分では、エルカホンは、地中海性気候とステップ気候の両方の地域に、またがっている。そのため、 地中海性乾燥気候や半乾燥ステップ気候などとよく表現される。南カリフォルニアの内陸部の多くと同じように、わずかな距離を置いただけで気候が劇的に変化し、これはマイクロクライメートと言われる。エルカホンの気候はサンディエゴの沿岸部と比べるとより極端な気候である。海岸から東に離れるほどより乾燥するが、産地に達するとオログラフィックアップリフトのため、 降水量が増加する。降雪は稀だが1882年1月には3インチの雪が積もり、1992年11月には計7.6ミ、mm、リメートルの降雪があった。スペイン統治時代、政府はロンチョスと呼ばれる広大な払い下げられた土地を用意し、現在のカリフォルニア州への定住を奨励した。払い下げられた土地ではカトリック教会によって、 この地域至るところでミッションが建設された。19世紀初頭、電動団の神父は牧草地を探すため、電動団をエルカホンバレーへと引いた。周りを囲んでいる低い山が牛をはぐれさせない役割を、またわずかな香水を川の流域へと集める役割を果たした。それから何年もの間、エルカホンの牧草地は電動団とネイティブインディアンの回収者を支えていった。 メキシコ統治時代になって初めて個人に土地を利用する権利が与えられた。1834年に出された伝道書の分離のための法律の本来の目的は教会の持っている資産を回収していないネイティブインディアンへと分配するというものだった。しかしながら実際には土地のほとんどは今まで伝道書の広大な土地を指を加えて眺めるしかなかったカリフォルニオという スペイン系住民へと渡っていった。1845年、カリフォルニアの政治家ピオ・ピコは、ミッション・サンディエゴであるからの土地を没収した。彼は、エルカ・ホン・バレーの11兵法リーグの土地を、サンディエゴ市長のホセ・アントニオ・エストゥディロの娘、ドナ・マリア・アントニオ・エストゥディロに500ドルの国際購入への返礼として与えた。この土地はもともとランチョ・サンタモニカと呼ばれていた場所で、 現在のエルカホンのほか、ボストニア、サンティ、レイクサイド、フリンスプリングス、そしてラメサの一部も含んでいる。また、0.11平方キロメートルのランチョキャナダデロス、コーチェスも含んでいた。マリア・エス・テュディロの夫、マドリード出身のドン・ミゲル・ペトロレナは1838年、貿易業のために、ペルーからカリフォルニアへとやってきていた。 米北戦争の結果カリフォルニアはアメリカに割上され、1848年のグアダルペイダルゴ条約で土地の無償払い下げが約束された。1851年の土地法の定めるところにより、1852年、ペトロレナの相続人の貢献人であるトーマス・ダブリュー・サザーランドによってランチョエル・カホンへの請求が公有地委員会に提出された。請求は、 連邦裁判所によって承認され、1876年に土地が譲渡された。1868年、ロサンゼルスの土地開発業者、アイザック・ランカーシムは、ランチョエルカホンの大半を購入し、北軍の元将校メジャーレビチェースを代理人として雇った。チェースは、ランカーシムから30.9平方キロメートルの、チェース牧場としても知られている土地を受領した。 ランカーシムはまた、サンフランシスコで出会ったニューイングランド出身のアマージアロードノックスモランチョエルカホンの管理のために雇った。1876年、ノックスはホテルを開設し、サンディエゴと1869年に金が発見されたサンディエゴ軍内陸部のジュリアンとの間を旅する多くの人にサービスを提供した。食事付きで一泊1ドルの値段だった。 この地域は後にノックスズコーナーと改名されている。1878年までには、谷には25の家族が暮らすようになった。また、ホテルのロビーの一部分に郵便局が開設され、ノックスが初代郵便局長に就いた。エルカホンは1912年に市として法人化された。以下の基礎データ、人種別人口構成については2010年、世帯と家族、 年齢別人口構成、収入と家計については2000年の統計データである。エルカホンはアッシリア人とイラク系アメリカ人の人口が多く、アメリカでは最も大きなカルデアカトリック教会とイラク人のコミュニティの一つがある。アメリカ合衆国国政調査局の2008年から2010年の推計によると7537人のアラブ系住民、 6409人のアッシリア、カルデア、シリア系住民が暮らしている。2010年時点では、エルカホンはサンディエゴ軍で最も貧困率が高く、成人で29.7%、子供は36.5%であった。サンディエゴ軍自治体連合によると、2005年の世帯収入の中央値は、 インフレ調整前の値で47,885ベイドル、インフレ調整後で38,884ベイドルとなっている。2012年までエルカホンは試験証を持たない一般法順挙手であり、シティマネージャー制をとっていた。2012年6月、有権者によって試験証が採択され、検証誌となった。市は市長と 定数5人の市議会によって統治されている。2013年10月24日、市長のマーク・ルイスは、カルデア人コミュニティについての発言で批判を受けたため、市長を辞職した。連邦議会議員のホアン・バルガスやネイバーフと、マーケット・アソシエーションの社長マーク・アラボ等の著名人が、市長の辞任を要求した。ルイスは、間もなく、健康上の問題を理由に辞職した。 11月12日、市議会は市議会議員のビル・ウェルズを臨時の市長として任命した。市議会での投票結果は4票すべてウェルズに入ったが、ウェルズ自身は投票に関与しなかった。彼の任期は2014年の11月に切れる予定である。衆議会上院では、エルカホンは第36選挙区に位置しており、共和党のジョエル・アンダーソンが選出されている。 衆議会会員では、第77選挙区に位置しており、共和党のブライアン・ジョーンズが選出されている。連邦議会では、カリフォルニア第50選挙区とカリフォルニア第53選挙区に分かれており、第50選挙区からは、共和党のダンカンディ・ハンターが、第53選挙区からは、民主党のスーザン・デイビスがそれぞれ選出されている。パークウェイ・プラザというショッピングモールが市内にある。 市の包括的年間財務報告書2010年版によると、市内の大きな雇用者トップ10は以下の通りである。ホ本バレー統一教育学区が公立小学校、中学校を運営している。グロスモント統一高校学区が公立高校を運営している。ありがとうございます。